情報です。聞いたことないね。でもみんな情報って珍しいからみんな情報って呼ぶね。北海道の小6までは札幌市にいたんだけど、そこから引っ越して今の実家は江別市っていうところに。その転校した時に背でかかったし、小6で168くらいあって、しかも全国2位になって、旅行きたいなと思ったらステーキとかは旅行きたいなと思う。はい、ステーキ食えばいいんじゃない美味しいとこの。中1じゃない、中学校入った時になんかめっちゃファンクラブが出てる、漫画みたいな感じでクラスにみんな見に来るみたいな。いや、恥ずかしかった本当に家の裏山じゃない一番住みやすかったところは、梅は本当に住みやすいと思うけど、都会的なことも含めたら福岡が一番。ああ確かに。もう一回スペイン行ってみたいな。他の国、バルセロナは行ったけど、あとイビザ島と、うん、他にも行ってみたいし、クラブあって、なんかアワーパーティーとか、はい、あとなんか世界一綺麗な夕日が見れる。一緒にパーティーボーイがいます。仲のいい選手は誰ですか？でも前から知ってるのね、トシの兄弟は、まあね、嫌いな選手は坂田選手。いや、大好きです。1億もらったら何しますか？家建てようかな。それが一番いい。家建てようかな。家買うか。土地買う。初恋はいつですか？小6の時に一緒に学校から帰ったり一緒に遊ぶ彼女みたいなんで、唯一はやっぱ息子と子供に時間を使ってどっか遊びに行くか。バスケ選手になってなかったら何になってましたか？サッカー選手だな。サッカー流行ってたっすよね当時。 J リーグできてやっぱ。そう俺もサッカーやりたかったんですけど。気づいたら庭にリングが設置されて誘導されてる。筆箱とかも J リーグのなんか筆箱使ってたんだ。鉛筆とか。俺もちょっとね、動物あんま好きじゃないんだよ。虫とかは大丈夫だけど動物はちょっと違うんですね。 あんま好きじゃないね。いるのは島田三郎じゃない？いや、やっぱそこが行ったっすか。大学の監督、まあ、あとボブナッシュかな。やっぱ監督なんか自分のコーチやってくれた人なのかな。確かに分かってるからないな。あんまり怒らない。そんな怒れなかった大人になったらないよね。でもあんまり減ってる。スリーポイントだったら当たり前すぎるから、スリーポイント痛い。企画トレーニング企画でいいよ。プロ選手はどんなトレーニングしてるかっていうのを、みんな人それぞれ違うから。 YouTube チャンネル登録してね、ここ押してねみたいな。大事大事。まず1000人目指さないと。1000人お願いします。